こんにちは。テンバーアカデミー、古秀です。テルミクラブ。潰れちゃったね。旅行会社。ちょっと前にもね、イギリスの大きなとこ潰れましたし、私自身が、今から何年前だろう。12、3年前にね、やはり旅行会社潰れたおかげで、えらい、損害を被ったことがあるんで、それ以来、てかもともとほとんどね、旅行会社のツアーっていうのは参加したことないんですけど、改めて、やっぱ旅行会社のツアーってのはね、もはや意味がないんだなと、ね、いうのを感じました。そもそも昔はね、ネットだのメールだのあんま使わなかったんで、航空券を取るときにアルファベットのスペルとかパスポートのナンバーとかね、いうのをやり取りするのも、大変だったと。プラス、航空会社からバルクで受け取ってそれをさばいて安く売るというのがね、格安旅行会社しかやってなかったんで、ビジネスとして成り立ったんでしょうけど、今から、約30年前か。30年前にニューヨーク行った時はね、その格安の航空券買ったんで、正規の人は38万円で来てたのがね、私は9万円だったというぐらい開きがありました。ところが、今はもう旅行会社のね、値段と、航空会社の割引とかの値段がほとんど変わんないんでね、あんまり意味ねえだろうと思ってね、ちょっと、具体的な例を、見てみました。じゃあちょっとドバイにね、旅行に行こうと思ったとします。で、東京からドバイ、最低料金は67,900円。でね、航空会社に直接取ると、ツアーの航空券よりね、アップグレードすれる確率が上がります。格安航空券でもね、まだ、ツアーよりはアップグレードの確率が上がります。ツアーでね、参加したら、まずほぼ100%アップグレードはないと思って間違いないですね。だからアップグレードという美味しいメリットもないと。で、航空会社がね、潰れたら飛行機は飛ばないわけですけど、それ以外のケースだとね、航空会社直接で買っとけば、とりあえず乗れると。やはりその、以前のニューヨークから帰ってくるときの話ですけど、コンチネンタル航空という会社が潰れそうになっててね、普通に、日系の飛行機会社で帰ってくると、10万ぐらいする航空券が、コンチネンタルの航空券だと3万5千円だったと。ただし、潰れちゃったら飛べないというのがありました。それぐらいね、3倍ぐらい差がありゃね、リスクを負うのもいいでしょうけど、格安旅行会社に頼むってことはね、値段は大して変わらないのに、せいぜい1割も違わないのにリスクだけ負ってると、ね、今回リスクが顕在化してるわけですけど、いうことで、ね、全くメリットを感じません。で、プラス、ホテル。ね、とっても豪華な、この7つ星ホテル。ね、泊まったとしても、ジュメイラビーチ、これジュメイラビーチか、ジュメイラビーチ泊まったとしても、1週間で、オーストラリアドルで2748ドルですから、だいたい24万円ぐらいですね。家族3人で、泊まって24万円です。だから1人当たり8万円。で、航空券が、約7万円としましょうか。1人15万円で旅行に行けます。ところが、ね、旅行会社を通すと、11万から28万と、ね、かなり差があります。ね、日付によってかなり差があります。で、プラス、カップル2人とかで行くならまだマシなんですけど、子供2人で同じ部屋ね、4人で同じ部屋とか、子供1人で3人部屋とか、そういう泊まり方をした場合は、確実に旅行会社経由の方が高くなります。割高です。割高でね、潰れる可能性もあるというのを考えると何もいいとこなしと。で、私のおすすめは、飛行機はね、調べるときは、普通にトラベルコちゃんでもね、スカイキャリアか、スカイスキャナーかな、何でもいいんですけど、調べて、安いところ出てきたら、その航空会社をね、検索して、で、直接の値段を確認すると。で、値段が変わらなければ、航空会社直で取るというのがおすすめです。で、ホテルの方もね、こういう旅行の、紹介会社、これ booking.com なんですけど、この紹介でもいいんですけど、ただ先払いじゃなくて現地払いを選択すると。ね。
現地払いだったら、最悪、この会社が潰れても現地で払えば泊まれるわけですから、問題ないです。先払いだとね、この会社がホテルに払ってなかった場合、宿泊できません。まあ、そういうのがあるんでね、もう、めんどくさいから旅行会社に頼んじゃおうというね、のはわかるんですけど、めんどくさくて頼むんだったらね、せめて、日本旅行とか JTB とか、ね、まず潰れないだろうと思うところに頼まないと、余計ね、旅行の手配がめんどくさいって言ってツアー頼んだ人がね、旅先で泊まれなくなったとかね、帰りの飛行機どうしようとかいう状態になったら、まあ正直乗り越えるのはかなり難しいんじゃないかなと思いますんで、面倒だったら高いお金を払ってね、安心な旅行会社に頼むと。で、安くしたいんだったら自分の手間をかけてね、で、旅行航空会社とホテルを選ぶというのをね、お勧めします。中途半端にね、安い、ツアー会社を選ぶというのが、いかに危険な行為かというのはね、半年か1年に1回は最近こういう例が、もうビジネスモデルとしてね、この格安ツアー会社っていうのは成り立つ意味がないんで、顕在化してるんですけど、まあ、それでもなぜか被害者がね、後を絶たないんで、私の動画を見てる方、あるいは私の会員さんではね、そんなことのないように、ゴールデンウィークの旅行等で、ね、安心だと言えないような旅行会社で頼んでる場合はね、考え直して、手配し直した方がいいかもしれません。そんなわけで、まあ、会員の方は、私は旅行のプランニングも大好きなんでですね、どこに何人で、何日間で、どれぐらいの予算で行くと言ってもらえばね、このプランが得ではなかろうかという提案もできますんで、お気軽にご質問してください。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。